U133 ムイコラー U は、ウクライナ海軍のフリゲートである。艦名は、ウクライナ南部の都市、ムイコラーユに由来する。ロシア語名では、ニコラー F フとなる。ムイコラー U は、1135号計画、ブレベースニク型警備艦の19番艦、ベズコリーズネヌイとして1977年5月16日付で、ソ連海軍に登録された。名は、ロシア語で、 火の打ち所のない、申し分のないという意味の形容詞である。1978年7月12日には、工場番号第15号艦としてウクライナ共和国、ケルチの BE、ブートマ記念ザリーフ造船所、第15工場で寄港された。1979年6月3日に浸水、同年12月29日に竣工して、ソ連海軍に編入された。海上込みの後、 1980年3月3日付で、セバストーポリを母校とする国会艦隊に編入された。1981年9月27日から10月2日に、かけては、アルジェリアのジジェル。1987年3月26日から3月31日に、かけては、トルコのイスタンブール。1991年8月15日から8月19日に、かけては、 ルーマニアのコンスタンツァを訪問した。1985年6月10日から6月30日にかけてはブルガリア海軍の警備官とともに共同演習を行った。ソビエト連邦の崩壊後はロシア海軍国会艦隊に編入された。1994年には高水準の連度に対する海軍司令官賞を獲得した。1997年7月14日付で ロシア海軍を退役し、同年8月1日付で、ウクライナ海軍へ編入された。南ウクライナの都市にちなんでムイコラーユと解消、看板号は U133 とされた。1997年9月8日に、ロシア海軍から除籍された。その後、事実上、ウクライナ海軍は、ムイコラーユを予備艦として、セバストーポリ港に係留し続けた。 最終的に館は2001年に除籍され、解体された。表記については、ムイコラー有名賞を参照。ぜい、ありがとうございます。